神奈川警察署は、横浜市神奈川区に存在する神奈川県警察が管轄する警察署の一つである。横浜市警察ブレーカー、第二方面に属する大規模警察署であり、署長は、警視制。識別証所,所属表示は、NB。管轄区域内は、東海道の古くからの宿場町、神奈川宿を中心に栄え、横浜駅北側の繁華街、鶴谷町地区。 下町情緒が残る臨海部や六角橋地区等海側の運河、不当地域から内陸のベッドタウンに至るまで多様な顔を持つ。多くの鉄道路線や幹線道路が縦横に走る交通の要所であり、横浜駅や横浜港未来21が近いことから、近年再開発により人口流入が激しい、およそ23万人が暮らす横浜市神奈川区ほぼ、 全域の治安を担っている。館内に横浜ノースドックのほか、アレフ、横浜施設や朝鮮総連神奈川県本部、朝鮮学校等の警備対象施設も存在する。また、毎年各種デモ活動等が頻繁に行われることから直轄警察隊が配備されている。正月には、毎年恒例の箱根駅伝が通過するため、所員総出で沿道警備に当たる。 他の神奈川県警察施設として、管轄区域内には、地域部自動車警ら隊の西神奈川分駐所や、主に首都高速神奈川1号横羽線を管轄する、高速道路交通警察隊の東、神奈川連絡所も存在する。所員数は300名以上、長者町、タウラ、南穴、 八交番廃止へ、県警2021年度末神奈川新聞2021年2月26日、閲覧。ありがとうございます。